おはようございます。ご覧いただきありがとうございます。さあ、本日ももうね何度か見た光景ですけれども、東京メトロさんに、お世話になりまして、今日もね特別な企画をやっていきたいなと思います。そして、今回も、あのスペシャルゲストに、お越しいただいております。よろしくお願いします。どうもスーパードラゴンの志村亮です。はいね、ほんとね、はい、毎度ありがとうございます。いやいや、ね、もうね、多分ね、これ見てる方はね、またかって思ってます。またかってね、もう何度か見たと思いますけれども、はい、はい、今日も来ていただきました、ありがとうございます。いやいや、よろしくお願いします。ということで、はい、今回は何の企画でしょうか。今日はですね、メトロさんにご協力していただいて、はい、まあ、まさかこんなことができるとは。そう、リアルモモ鉄。はい、来ましたよ、リアルモモ鉄。いや、そんなスッと受け入れてんの。いや、リアルモモ鉄すごいですよ。すごいですよ。モモ鉄はやったことありますよね。あるあるあるね、あのゲームね、スゴロクのゲームですけれども、まあね、あれ路線図をね、まあ、進んでいくわけですから、はいはいはい、実写化しようということです。実写化しよう、じゃあ会社が変えるってことですか。いやー、そういう機能はない。あ、そういう機能ね。物件益とかないんですよ。あ、ないな。貧乏神も多分出てこないです。あ、よかった、はい、じゃあ出てこないんですけど。安藤温泉は他社の車両が結構多いので、あんまりメトロの車両は来ないんですよ。そうなの。そう。なので、まあそのレア要素っていうところで、今回は安藤温泉でメトロ車に乗った場合は、バイのマスを進めるということにしました。はい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 。じゃあこちらを。レア？はい、毎度おなじみの東京メトロ24時間券でございます。はい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 。使ったことあります？ないか。いや、ないね。はい。まあ一応説明すると、東京メトロ24時間乗り放題の切符になっております。今日今から乗るとまあ10時過ぎだと思うんですけど、うん、明日の10時過ぎまで乗れるんですよ。で、明日の朝とかも使えるっていう、まあそれ本当24時間乗れるっていう結構ね、いい切符なんですけれども、これ金額がね大人600円なんです。え、結構ね、あの化け物価格なんですけど、すごい。だからね、あの4回乗ればね、あの元が取れちゃうという。え、4回なんてさ、乗り換えしたらすぐじゃん。そう。え、すごくない？結構ね、すごいことなんですよ。で、こちらを今日もね、使っていきたいと思います。メニューモーテスといえば、カード。あ、カード、はい。あ、カードありますよね。あ、1枚、はい。はいはいはい。上と下。はい。どっちがいいですか？そうっすね。じゃあまあ、地下鉄ということで、下で。あ、じゃあ僕上で。はい。他こちら、はい、急行カード。あ、これはでも良くない？そう、いいです。これ桃鉄ありますからね、実際。あの、僕はですね、新木場急行カードですね。どういうこと？これ結構美味しい。これは美味しいですよ、これ。そうなの？これ僕的に美味しいですよ、多分。新木場ってもうメトロの一番端っこなんですよ。そうだよね。そう、飛ばされたら終わりだね、もう。いや、大事にしよう。から使ってもいいけど。あ、なるほど、あ、なるほど。だから、あのゴールが新木場になった時は自分に使うことでいけるってことですよね。そういう使い方もできる。ちょっとこれは考えて使う必要がありそう。やばいな、なんでこんなやばいカードを作ったんだよ。最初はグーじゃんけんぽい。おお、じゃあ先行で、はい、じゃあ先行で後攻で、はい、じゃあまず、はい、押し上げです。押し上げ、押し、はい、押し上げに上野から行くってなるとね、メトロ、そう、浅草線都営を使えるとね、まあちょっと楽ですけど、はいはい、メトロだけってなるとちょっと考えないといけない。確かに確かに、はい、意気込みをじゃあレオ君から。はい、まあそうですね、まあ今回あの幸いなことにあの新木場カードも出たんで、これ結構やばいんじゃないの。うまいこと活用して。なんでこんなね、まあ、双方にさすがにちょっと知識で劣っちゃうんで。まあそうだね、こういうカードをちゃんと駆使してちょっと頑張りたいなって思います、はい、僕はもうめちゃくちゃ楽しみですね。あの本当にもう楽しみの一言に尽きるんですけれども、あの負けるわけにはいかないので、ちょっとねしっかり買って帰りたいと思います。はい、じゃあ僕があの先行なんで、はい、先行です。じゃあ先にじゃあルーレットを、ルーレットね、じゃあ回させていただきたいと思います。いきなり6とか来たら嬉しいな。ねえ、どうなんでしょう。え、あ、おでもいい、5か、5、いいね、5いいですよ。押し上げはここですね、はい、どうやっていくかっていう。水天宮前、とりあえず水天宮前まで行こうかなって、はい、
思います。じゃあ行ってください。行ってください行ってください。じゃあ僕も今いいですね、はい、回したいと思います。はい、開始。おお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 いや、まぁ、あ、ちょっとね、まだそんなピンチかどうかわかんないけど、ちょっと押さえておきます。じゃあ銀座線か、はい、銀座線またじゃあよろしくお願いします。会えるか。はい、では私は日比谷線で。やべぇ、ちょっと楽しくなってきたなかなかできないっすね。なかなかできないし、なんかもう個人的に総合早く新木場に飛ばしたいなっていうこういう妨害カード大好きなんですよやばい、もうすでにめっちゃ楽しいんですけど楽しいです楽しいこんなことを言うのあれですけど、あれね、あの人形町水天宮前で乗り換えた方が多分進めたんですよ、レオ君はで、僕は今からそのルートで行くつもりなので、あ、まあもう敵なので言わないですけど、ここはね、はい、ガチです。まあそういう知識のね違いはあるかもしれないですけど、結局まあすごくなので、運がやっぱりね一番大事かなと。まあちょっと頑張りたいと思います。例えば2とか引いても半蔵門線だから4になったりする、そのなんだっけ08系とかが来る可能性があるってことですもんね。今上野にいるんですけど、ここから三越前まで行って、半蔵門線に乗り換えたいなと思ってるんですけど、なんか東京の電車って本当優秀ですね。あの僕総合とよく九州で仕事させてもらってるんですけど、こんなペースで電車来るの多分東京ぐらいです、マジで。もうそろそろ来るので、ちょっとこちらで待ちたいなと思います。はい、では秋葉原カード駅ということで、ルーレット回してカード引きたいと思います。はい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 、まあ、これは賞味何番でも、はい、6番出ましたね、はい、6番のカードということで、はい、何でしょうか。数字が5、6はですね、はい、もう一番持ってますけど、急行カード。あ、急行カード、またですか。まあまあまあ、結構まあ一番便利に使いますからね、はい、ありがとうございます。2枚目ということで、はい、スーティング前に着いたんですけど、はいはいはい、着きましたか。着きました。ちなみになんですけど、はい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 、人形町スーティング前で乗り換えたらもう一つ進めたんですよ、5個で。いや、だからね、俺も途中で気づいたよね、それ。あ、途中で気づいたそうです、はいちょっとね、一応敵チームってことで言わなかったんですけど、いや本当にね、マジで、あ、ちょっとミスったなと思った俺も。いやね、こういうところはちょっと僕の方が得かなって感じですけどうわー、もう本当に、いや、まあでも次からは俺ちゃんと路線図見ていくから。あ、見てね、頑張ってください。もうそうそう、同じ鉄はもう踏まない。次レオ君はだから4出せばいいんですよね。4出せばゴールだ。そう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 、4ピッタ出せば、はい、まあ、もういや、もう頑張っ、まあ4出やすいやろ多分。まずじゃあ先行なんでレオ君から。はい、自分の方がじゃあ今振れ振って、4目指して頑張ってください。うわ、頼む。はい、振ってます。頼む、4個。2が出ました。2です、2ですか、はいはいはい。じゃあ住吉か。離れるっていうパターンもあるかもしれないですね。え、あ、待って、え、あ、2倍電車、2倍電車来たんで4です。マジかよえ、これ乗ります。あ、はい、じゃあ切りますね。あ、はい、どういうことやおい、お前嘘だろ。そんなね、ゲームのねすごいゲームのね、序盤でね、半蔵門線乗ってね、メトロ車引くってね、相当運いいですよ。どういうことやお前、嘘だろ。浅野さん、これどうなんですか。はい、珍しいですか。まあ、そうですね、珍しい嘘だろう運がいいですね。いや、でも
押し上げってまあメトロのネットワークで言ったら端の方なので、多分次の、ゴールの場所によってはね結構戻らないとみたいなのがあると思いますから、ちょっと前向きに考えます。ちなみにあの半蔵門線の2倍ルート、伊藤さんいつから知ったことですか？そう、僕が結構ね、あの、まあ、そういうのあっても面白いんじゃないかなってね、自分で自分の首を絞める結果になって非常に残念です。まさかまんまね、まさかね、こんな序盤のね、序盤の序盤でね相手チームに惹かれるとは思わなかったですよ。ということで、目的駅に着きました。08系に乗ってきたんですけど、もうちょうどよく、4になったということで押し上げ着きました。さっきの駅でですね、プラス駅だったんですけど、興奮すぎて引くの忘れちゃったんで、ちょっとこれ引かせてもらいたいなと思います。はい、4ということで400円僕が手に入れたことになります。ということでこの押し上げはですね、なんとルーレット ×1000 ということで、じゃあ早速今引いていきたいと思います。5です。ということで自分の所持金が今5400円ということで、もうほぼ6000円ですね。ほぼ最大値出たみたいな感じなんですけど、ちょっとこれめちゃくちゃ幸先いいですね。まだ総合新木場に飛ばさないで済みそうです。どうですか気分は？気分は最高です。ちょうどね乗った電車がね08系だったんで、そう、あ、08、しかも08っていうね、また結構美味しい車両でそうですか。08系の103っていう3番目の車両です。はい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 。所持金はじゃあ聞こうかな、レオくんの。僕の所持金はですね、ただいま5400円です。5400円、あ、結構見てますね。はいはい。僕はね今秋葉原なんでカード駅だったんですよ。で急行カードを引きました、2枚目の。おお、2枚目の。はい、2枚目の急行カード。でめちゃくちゃいいじゃん。結構いい感じなんですよ。なるほど、これは新木場に飛ばす日もそう遠くないって感じですやめやめやめようやめよう。ではここで発表しますか、次のゴール駅を。はい、はい、続いての駅は新宿三丁目だそうです。新宿三丁目、はい、結構距離あるね。結構あるね。なるほど、じゃあ僕がまずサイコロ振りますかね。はいよ。おお、5です。 5? あ、オッケー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 。新宿三丁目か、またなんか行きづらいどうやって行くのがいいんだろう。やっぱ人形町で乗り換えて永田町赤坂ですかね。あ、なるほど。じゃあちょっとそれで行こうか。なので、1,2,3,4,5 神保町まで。はいはい、神保町までですかね。俺も5ですね。あ、5ですね。あー、なるほど。いや、そうだな。僕は再び三越前の方まで。三越前、はい、わかりました。じゃあ頑張りましょう。はい、茅場町まで乗り換えちゃってもいいんで一瞬いいなとか思ったんですけど、なんか三越前の方がお金いっぱいもらえそうだなと思ってやっぱちょっと所持金ゲームなんで、ちょっと所持金を多くしておきたいなっていう気持ちもあって、ちょっと一旦三越前まで行きたいなと思います。何かあったら新木場に飛ばせるんで、僕の場合は最強のカードあるね。はい、押します。おなかなかいいんじゃない。はい、55ですね。はい、ということで、500円になるのかな。どうですか、三越前ですか今。あ、今ねついてますね。はいはいはい。で僕神保町に今着きましたんで、はい、あ、500円ゲットしました。500円ゲットした。はい、三越前はどうですか、お金は増えました。6000円になったわ。6000円、あ、6000円か。結構差がつきましたね。
ではじゃあサイコロを引いていいですか。次多分僕のターンなので。あ、そうだそうだ、はい、じゃあ僕が、はい、ではね、ここで急行カードを使いたいと思います。じゃあ2回、はいはい、急行カード、まずはまず5ですね、はい、もう1回振りたいと思います。はい、いけ、過ぎろ過ぎろ。まもなく5番線に東急田園都市線直通4ですね、9中央に9だから1池尻大橋三軒茶屋駒沢駅から2、3、4、5、6、7。あ、ちょっと待って、9って言ったんだっけ。鎌倉原あずみ堂、あ、いけます、いけます、はい、9、ゴールです。9、ゴール、ゴールしました。マジ九段下、半蔵門、永田町、麹町、市ヶ谷、四ツ谷、四谷三丁目、新宿御苑、新宿三丁目ですね。うーわ、そうか、麹町で調整したな。はい、うーわ、そうかそうか、そのルートだと9か。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、9いけました。はい、うーわ、素晴らしいですね。ということで、ソウがゴールしたということで、くっそ、そうか。ということで、僕は今神保町にいるのでね、九段下、半蔵門、永田町、麹町、市ヶ谷、四ツ谷三丁目、新宿御苑、新宿三丁目で9駅ということで、見事新宿三丁目ゴールでございます。ありがとうございます。綺麗、完璧。じゃあ行きたいと思います。じゃあ引きます、とりあえず。はい、はいよ。いいんですか、ここに来て新規場カードオープン。新規場カード使われました。はい、